おはようございます。おはようございます。東京シューティング部のジュンジュンです。シキヤです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、正式に発表されたので、この場を借りて発表したいと思います。東京シューティング部は、ルームに所属することになりました。まあ、俺のツイッターでもちょっとネタバレしてるとこあったんですけど、いや、とかまあバレバレだと思いますけどね。でもね、俺らはウーブに所属しようが、どこに所属しようが絶対ブレねえ。それだけは絶対だ。もう小細工なんかしないですよね。当たり前。まあ俺らはいつも通り、いつものメンツでいつも通りに動画アップしていくだけだから、まあ何も変わんないですよね。まあ今まで通り本当にバスケを中心とした動画っていう感じですよね。みんなも俺らの変わらない姿を見ていってくれたらいいから。まあ動画の編集の仕方とかも今まで通り変わらずって感じですよね。まあ明日か明後日かになるかわからないけど、まあメイン動画だけはアップしてからちゃんと見とけよお前。ここまで来たら身も引けねえから。俺らは登録者が10万になろうが100万になろうが変わらず朝6時からバスケし続けるだけだから。で、俺らがアスガストだな。俺らが早朝じゃなくてアスガストになっちゃった。まあこんな動画出したくなかったんだけど、まあ早朝シューティング部の代表としての義務もあったし、ウームに所属したからにはまあこういう動画上げなきゃいけないかなと思って。そうですよね、ホームページでも正式に発表されたってことを含めこの動画ってことですよね。まあそれでも俺らは所属したところで動画だけはブレねえから、そこは横横横今噛んじゃったけど、俺はそれすらも気しねえから、ブレずに小細工なしでいきましょう。でも俺もそのブレない感じのもう筋取ってるジュンジュンさんにずっとついていくんで、まあこれからもやっていきましょう。最後に世間の方からなんか早朝やった時に一言言ってくれ。いや、そこジュンジュンさんじゃないですか。俺か。もう、なんだろうな、人と同じつまらない人生送りたくない。好きなものは好き、嫌いなものはマジで大嫌い。寝てる時間しかばね、楽しむなら今だけ。マリファナ、ミード、ガンジャよりもやっぱうまい飯だな。味方も増えたが敵も増えたな。変わったのは俺じゃなくて環境やらま